こんにちは、かくすけです。やっていきます、マーベラス。前回ゴリラカップルが成立したところで終わりましたので、次回ゴリラさんがね防いでいたところをなんとかしていきます。お、あ、なんか怪しい図書館みたいなのが、昔集落があったんだね。普通にここわー、なんか電話ボックスみたいなのとかもあるし、これは鍵のある扉だね。島の奥に行くにはここからだと思うんだけど、囲いに鍵がかかって外れないな。普通にさ、それ上から行けそうだけどね。なんか書いてある？立ち入り禁止、ご用の方は管理事務所まで削れてるじゃん。何？板が欠けて電話番号まで読めないな。なんか欠片があるんだろうな。ちょっとクーラーつけたら寒くなったな、一気に。停止。これは何ですか？古びた電話。あ、電話番号か。かけられるのかな。後でかな。最初は1っぽかったけどね。電話番号っぽいのはないかな。いやー、回す式の電話だねー。私そんな使ったことないけど、おばあちゃん家にあったな。ん？開かないな。開かないか。どうにかしてタックルで開けたり。お、地下室だ。え？何この気持ち悪いエイリアンみたいなのは。なんでこんなところにこんなものが生えているんだ。それに鎖と首輪があるから、もともと何かいたんだよね、犬か何か。なんか動いてる。というかこれを育ててたのかな。アイテム使えない、チームワークも使えない。え、植物だから博士に聞けばいいのかな。ここは、すごいいいよね、曲が。ここはなんだ？頑丈な扉だ。鍵がかかっていて開かないな。まあ持っている鍵では多分無理でしょう。上の方は？お、なんだこれは。スミスの日記と書いてある。0月0日、不思議な玉を発見した。クリスタルのようなものでできた不思議な玉だ。お、これ欲しいやつじゃん。島の奥にあるバオバブの大木に近づけてみたら、他の植物に栄養を取られていた大木がまるで生命が宿ったかのように活発になり、良いオイルが取れるようになった。どうやら全ての生き物を活発にさせる力があるらしい。この玉が悪用されないようにしなくては。最近島では不思議なことが起こっている。我が愛犬ソックスも島の奥に行ってから様子がおかしい。心配である。バイオハザード起こってるじゃん。じゃあやっぱあの子はもともと犬なんだね。お、この子はこんなところに穴が開いてる。どうやらネズミの穴のようだ。嫌かもしれないけど、アイテムを考えて使うんじゃん。これこそって感じだと思うけどな。違ったか。まあネズミの穴入りたくないと思うけどね。でもアイテムを使うんだな、とりあえず。磁石、しっかりするんだジャック。釣り竿、
意味がないぞジャック、ごめんなさい、私に言ってますね。ミッタ、それじゃないだろ。そうか、じゃあネズミのあのチーズか何か持ってくればいいのかな。いや楽しいぞこれ、探索謎解きっていう、飾り付けのないそんな感じがしていいね。ソックス、申し訳ないけどダメか。ダメか。アイテムって使えないか、ここ使えないか。できるのは、やりたいのは電話かな。あ、そうだ、この図書館みたいなのもあったね。お、入れる。あ、人いるじゃん、すごい。村の管理事務所に何か、なんか用かいな。あ、管理事務所あるじゃん、ここに。なんだ、ダメだよ、予約もなしに来ちゃ。忙しいんだから、用後にしてくれ。わあ、そうか。そうか、そうか。電話してこいっていうことだね。看板の切れ端どこにあるかな。トマトだけ？干し草に何かありそうだけどないな。ないか。調べることすらできない。看板の隅っこが欲しいな。ちょっと帰ろう。あのソックスは植物なのでしょうかっていうのをね、聞きに一度帰りましょう。ちょっと遠いからね、時間かかっちゃうんだけど、昔のゲームってね、そういうことあるから。こんな遠くまで帰らないといけないから、ありえないだろうとは言えないから。よし。なんかすごいのありましたよ。うん、あー、ダメか、ダメか。じゃあ磁石かな。でも磁石をどこで使うのかっていうのあるんだよね。でもとりあえずあそこの村の中でなんとかする必要がありそうだな。今後テープレコーダーって使うのかな。ゴリラ2人のイチャイチャを録音とかできるかな。怪しいよね。ここでちょっと磁石を、ダメか、ダメ。そっか、これだけのためのもの。お、あ、トマトに対してトマトミッケ。トマトではないんだよな、気になっているのは。ないか。ソックス、こっちは結局つながってない。いや、ここ、こっから来たんだよ。こっちゴリラのところ。で、こっちの方ね。
かないなあ。アイテムも使えないなあ。ダメか。でも他のところは開かないなすら言わないんだよね。なんか怪しいのかな、やっぱ。1221。ダメか。話し中みたいだ。お？あ、これ多分電話だよね。電話番号。電話番号。あれ？足速くない？ディオン君が。ディオン君がこれ装備してると速い。あ、そんなことないね。こんな速かったっけ足。困ったぞ。手がかりがありそうなのはソックスなんだけど。ソックスの日記。ネズミ。自分たちも大丈夫かな、島の奥行って。ネズミの穴のようだ。このベッド押せない？みんなで押せないね。違うか。でもアイテム使えるもんな。ラックロック、アイテムが違うよ。いやー無理だな。モグラくん、ゴリラの声はもう消えたしね。みんなが萎縮しちゃうっていう。どうしたものか。いいじゃんね、役場の人暇そうなんだし。鍵そうですよね、違いますよな。はいはい、そうね。そりゃそうだよね。さて、詰まりましたよ。どうしよう。どうしよう。犬小屋のようだ。ソックスの家って書いてある。だけどね、謎の生き物がいるんだよね。どうするんだろう。どうすればいいんだろう。アイテム使えないからな。どうしよう。博士、教えてくれ。開かないな。どっかに看板があるんだよ。看板があるはずなんだよ、かけら。よ
教えて。調べられない電話番号、どなたかご存知ありませんか？勘でやるしかないかな。も可能性あるよね。でも最後1な気がするな。だって他のと干渉しちゃうからね。え、そんな無理やりじゃないよね。8とかの可能性もあるよね。正しいか分かんないけど、はい、もしもし、誰？格付けチーム知らないな。あ、違った。どうしようか。管理事務所。アイテムが使える。でもな、多分かけらみたいなのがあると思うんだ。一番怪しいのはあそこのわら山の中だと思う。でも何もなさそうだったもんな、わら山。調べることもできないもんね。困った。これは鳥ちゃんの。いやでもな、ろくなこと教えてくれないもんな、鳥ちゃん。はい、ラクロック。最近ラクロックにこだわりないから聞いちゃうけど、やっぱり村中をくまなくか。どこだ？いや、ジャック怪しいよな。磁石怪しいよね。違うね。なんでここだけ閉まってるんだろう。あ、あれあれ、なんでいきなり開いた。あ、結構長押ししないといけないのか。やったー。どうしたんだい坊やたち。この村はスミスさんが見つけた島の奥にあるバオバブの息というオイルを売って生活しているのよ。詳しいことが聞きたかったらスミスさんに聞いてみるといいわ。スミスさんの家はここから東の方にあるはずよ。スミスさんの日記は勝手に覗かせていただいたんだけども。あー、でも、ん？ベッド？ちっちゃいベッド。誰か寝ているのかな。
これこれ、うちの子が寝てるんです。だから起こすんじゃないよ。あ、寝てるんだ。スミスさん、これでフラグ立ったのかな？それとも他のところ？あ、入れるじゃん。なるほど、開かないのはあそこだけなのか。だから反応があったんだね。これ何？鏡。ジュークボックスいいね。かっこいいお兄ちゃんがいるじゃん。なんか妖怪坊やたち。おっと、僕の美貌に嫉妬して大切なオイルを盗みに来たんだね。な？え、違うの？ごめんごめん。この村はスミスさんのおかげで島で採れる大木のオイルを売って生活してるんだけど、最近オイルばかりを狙った泥棒が増えているんだ。ちなみに僕も泥棒で、え？あ、女の子のハートを盗んでしまう罪なハート泥棒さ。残念ながら女の子はいません。相手にしないで先を急ごう。辛辣。雰囲気あんまり気にしちゃダメな人だ。よーし、でも他の家に入れるって分かったら進めるぞ。わ、また人だったのかな。レントゲンだ。何か映るかな。後ろに何もなければ映らないか。あ、分かった。え、この子ちょっとずらせない。なんだこの気持ち悪い植物は。動いてる。中身はなんでできているんだろう。かなり重そうだけど。ああ、じゃあこう3人で包むパターンかな。うん、チームワーク。お、いいぞ。力を合わせて頑張ろう。うわー、ヌメヌメしてそう。なんとか持ち上げたぞ。はーい、レントゲンのところに。あ、これ自分か。あれ、これいいのかな。あ、よしよし、置いた。え、ちょっと自分たちも見てみたかったね。ちょっとレントゲンでどう、何か映るかな。人が入っている。な、中に人が入ってる。誰がこの中に。ホラーだ。アイテムも使えない。動かせるかな。ちょっとみんなのレントゲンを撮りたい。よし、よしよし。オッケー。ちょっと溶かしておいて。あ、そうだな。よし、まずマックスくん。ほとんどいい？相当食べられるんだな。寝てるし。楽しい。じゃあディオンくんは？ディオンって本当は臆病なんだ。心臓がドキドキしてやんの。あ、そうなんだね。臆病者だったんだ。かわいいじゃん。ジャックくんは？ジャックくん気になるな。レントゲンにくっきり映るジャックのメガネって一体。メガネってレントゲンに映らないのかね。てかつけたまんましちゃダメだと思うけど。書類が散らばっている。泥棒でも入ったのかな。うん、いや、ん？何か書いてある。何かの植物について書いてあるみたいだけど。何何？ダメだ、植物に詳しい人でも連れてこないと何が書いてあるかさっぱりわからないや。わかった、これでやっと博士を呼ぶんだね。人が入ってるっていうのがわかったのは大きいと思う。ついに普通に動いてたから大丈夫だね。助けられるよ。金庫だ。なんでこんなところに金庫が。開けられるかな。ダイヤル式だから無理だな。ダイヤルなんか見つけられるかもしれない。あ、やばい、割れてるよ。何かのショックで壊れたみたいだ。よく見ると地面も濡れているし、壊れてからそんなに経ってないな。あ、そうなの。あー、こう入ってたのが出てったのかな。あ、ちょっと、え、え、え、
物が自分になっちゃった。え、怖っ。あ、しまった、マックスまんまじゃん。うわ、鳥肌ものだよこれ。全部やっちゃうけど、ついつい。あ、でも今回はここで終わりましょう。次回博士を連れてくる、そうだな、博士の近くまで行って動画開始しようかな。ではでは、ありがとうございました。